Thank you.
行こう。なあ、この間言ったお祓い、効果はあったか？それが、いまいちなんだ。エデンで噂の白い少女の幽霊を見ちまうし、秋葉原でせっかく10万もする壺、買ったのにな。バカだな。お前知らないのか？ああいうのは薬と同じだ。何度も行かなきゃ効果はねえんだって。そうだったのか？
だからか。なんだかさっきからまたあのビップルームから悲鳴が聞こえる気がしてさ。やべえよそれ、お祓いの効き目が切れてきたんだって。また行ってこいよ、俺付き合うからさ。今度は30万の口飾りも買わないと。私と記憶共有したからハッキングができるようになったでしょ。だから試しに一人でウイルスプログラムを作らせてくれ。したらこの子ユリによっておかげで私の端末の画像ファイル全部ヌメモンのドットグラフィックに変換されちゃったの。だから同じドットでお仕置き中。体が変な感じだよ。クレとは言ったけど私に仕掛けろとは言ってないでしょ。できる前にエリカも同じようなことをユージに自分のスキルを見せるためにユージと千歳の端末の画像ファイルを全部ドットに変え、なんだドットに変えたって。余計なこと言うと今度は麻痺を追加するわよ。なんで言っちゃダメなの。エリカあの時は最高に生かしてると思ってやってたんでしょ。だからそれと同じことをしただけかもね。あんたの過去の経験を局所的に抜き出してる時系列を踏まえて記憶を整理してよね。難しいよ。いつの間にか私より昔の記憶自分がもう一人いるみたいですっごく変な気分。私がいないところで余計なこと言わないように。仕事が入った。これから又吉さんの部署電脳犯罪捜査課のサーバにハッザクソンからの依頼だ。お兄ちゃん私無理はするなよ。まず関係者のアカウントを手に入れる。対象は又吉さん。準備してくる。千歳に伝えておく。よかったねエリカ。エリカ私も一緒にやっても。そうね、画像データを全部それなら急がなく。どうしたの。さすがにまずくないかって。そりゃいい。私たちはハッカーだよ。時々はこう。
悪いね、わざわざ来てもらっちゃってよ。仕事中はあんまり出歩けねえんだ。フーディエのバイトじゃないのかって？違うよ、エンジニアだよ、エンジニア。店のバイトはお嬢もリュウジも、店の運営はおざなり。別にバイトちゃんに代わってって頼まれたからとかじゃない。チームのアジトがなくなったら困るだろうと考えて、わざわざ店番を。で、なんのよ。電脳犯罪捜査課ってマジかよ。又吉さんの部でもまあ大丈夫だろ。又吉さんは俺たちの恩人だ。リュウジも悪いようにはし、ああそういや話してなかった。俺たち又吉さんに捕まったこと、何年前だったかな。ダチが悪質なハッカーに弱み握られて脅されちまってさ、ハッカーから弱みの証拠を取り返そう。当時一緒になってハッカーし、二人して一緒に逮捕され、今時珍しい昔かっダチのためにそこまでできいろいろ便宜を図ってくれて、恩人ってのはそういう意味さ。だから心配すんなって。リュウジの様子が、しゃあない、後輩のためだ。ちょっくら調べ、リュウジだよ。妙なことしてないか調べてやるって。あいつらには適当にごまかしといてくれよ。仕事が入ったとか言ってさ、心配しなくてもサーバ潜入までには戻ってくるって。足りないな。又吉さんからアカウントを盗むときに一芝居を。ザクさんから誰か貸してもらえば。あまりよそのチームを巻き込みたくない。いっそ。いや、今どうしてる？面白い本が手に入ったから貸したいんだけど。え、俺？暇だけど。話は分かった。つまりお前たちの、お前の仲間が又吉って刑事をコミュニティエリアに呼び出す。その隙をついてあるプログラムを刑事に接触させることで必要なデータを手に入れる。でそのプログラムが、デジモンのアバターを着た、デジモンの姿になったやつに初めて見たよ。やめろよ、あんまりつぶらな目で見るなよ。ともかくデジモン型ちょその姿で3秒、まさかアバターを気にするなよ。むしろ嬉しいんだ俺、俺のことにちょっとは頼ってくれてる。実は本体の方は好きだが。又吉さんが来たよ。コミュニティエリアに向かって、これからはシークレットラインで通信をつなぐよ。私の声は君たちにしか聞こえないから、合図したら作戦を。おう、リュウジ、連絡ありがとうよ。うす、この間はありがとうございました。水臭いこと言ってんじゃねえよ。すぐに退院できました。そうかそうか、それはな、ゆっくり会うのは久しぶり。おかげさまで。あー、立派なもん。ところで又吉さん、相談事なんすけど。おう、何でもいい。いいよ、作戦。ん？な、デジモンみたいですね。クーロンから紛れ込んできた。こんなとこにいたら一般のお客さんに迷惑だろうが。対象に発見された。
2に移行して。あ、すいません。それ、俺。ん？最近は学生さんまで。はい。すいませんけど、捕まえてもらっていいですか？やれやれ、世も末だな。あ！危険はねえ、それに。そのまま動かないで。大丈夫、いいから。おい伊達、遊んでねえで、早くそいつを学生さんに返して。うーす、デジモンはちゃんと管理しておけよな。じゃないと逮捕しちまうぞ。はい。ちょうどいい、紹介するよ。ユージ、部下の伊達。お前と同じ口でな、いつか引き合わせたいと思っていたんだ。どうも。見た目は妙ちきりんだが、警察官としては。伊達、お前もだ。龍神ハッカーってのはたまに傷だがな。又吉さん。俺ももう年だ、いつどうなるかわからん。誰が死ぬか、引退の話だ。ん？本部からすか？ああ、締め。よし、うまくいっ。すまん、リュウジ。相談の件は、ハッカー絡みですか？だったら俺も行きます。そいつは助かる。作戦、どう？ちょ、おい、どこ行くんだよ？まさか追いかけるつもりか？そのすぐ無茶だって。おい、なんだよ。おい、いいじゃないか。でも少しくらいあいつらに貸してやればいい。あいつはお前の親友だろ。そうか。そうさ、俺の言うことが間違いだったことなの。うん。Thank you.
するな。伊達、俺。おい、お前らの身元はもう割れてる。ログアウトしたってすぐ捕まるのはオチだぞ。うるせえ。エデンで見つかったからって何だってんだ。このままログアウトゾーンまで突っ走って向こうに戻ってドンズレしてやるぜ。痛い目見る前にそこをどきやがれクソジジイ。めえ、誰がクソジジイだ。刺激すんなって言ってんだろうが。今だ、やれ。待て！下がった。ここからは俺だ。引っ込んでりゃいいのにな。バカ野郎、人暴れしようか。相棒。
けじめをつけるぞ。悪くなかった。しょう。スキルもないやつが。言うようになったじゃねえ。おい、伊達。何ぼーっとしてんだ。さっさと。あ、うっ。ノーラン。お前と一緒にいたデジモンがいないな。あいつもお前のデジモンかい？いえ。デジモンにもいるんですよ。あ。できなくてよ。今どんな感じ？これからサーバーに侵入する。おお、じゃあアカウント権限は手に入ったのか。がっていうか、なんでまた電脳犯罪捜査課なんだ？前回神城にマルウェアを仕掛けたが、入ってくる情報は芳しくなかった。ははあ、それでもっと特定のデータを接続。電脳犯罪ザクソンからの情報では、数年その時ことが露見しないように電脳犯罪捜査課の上層部に手を回した。奴らまで神城と癒着してたってのが世も末だね。今回はその証拠を狙う。うん、作戦を侵入するのは対象のエレンサーバーの中でも、ここからメインネットワーク上の目当てはまず私が、手にお兄ちゃんと君は、このエリアはメインネットワーク、そこからメインネットワークの接続ポイントを。なんでワームモンまで一緒なんだ？この子は連絡員。目当てのデータを見つけたら、私がワームモンに、リゾートお兄ちゃんはデータを吸い出す。君はお兄ちゃんダウンロードのタイミング。予備サーバーとはいえ、コテンパンにしろって意味だよ。ユージはたまに不思議。お、興味があるなら俺が後で教えてやるっか。私のデジモンに変なこと教えないで。変ってなんだよ。だぜ。
話を脱線させるな。あれ、俺の役目は？人世はこっちで陽動担当。足のつかない使い捨てに移動すれば、伊達は本庁の叱るべき地その際に残される。伊達の通信機閲覧記録を通信記録にすり替える。なるほどな。それで直接ネット了解。ほんじゃ向こうで合流だ。遅れるなよ。話はまた後でな。今は作戦に集中しよう。サーバ内は無事。こいつは驚きだ。お上もデジモンプログラムの有用性を見、神城あたりの家路へ行く。へい、おやじ。あれ、違った？ネットで検索したこと。まあ、間違っちゃいないが、この場合、それに生病法はよせ。はい。まあ、たま。前、あいつの場合は言葉遣いじゃなくはっきり。私、エリカって言う。雑談が過ぎ。アック開始だ。アック開始だ。このまま押し切れ。
開始だ。悪くなかった。ハック開始だ。アック開始だ。なんとかなったね。お兄ちゃんたちがエデンに侵入したよ。千歳、始めて。はい、よっと。顔も知らないおまわりさん、利用しちゃってすみません。これも世のため人のため。ああ、もしもし、こちら電脳空間へ端末に不審なアクセスがあった。ね、個別 ID を。油断するね。いっけ。Thank you.
油断するなよ。なんとかなったね。油断するなよ。上出来だ。油断するなよ。なんとかなったね。
なのおかげだよ。接続部はここだな。届いてるよ。送るね。何か言いたそうだな。言いたいことがあるなら、いえ、沈黙は皇帝と同じ。それがフーディエのルールだ。俺の様子がおかしいか。お前が来てから、エリカはよく笑うようになった。お前は人の風下に立つなよ。男なら。なんだか変だよ。違うよ、ユージのことじゃなくて。
ったんだよ。目が離せない。お前やれ。絶対に負けられない。ごめんね、私も戦闘に参加したかったんだけど、突然デジモンにだけかかるお腹の病気で。おい、お前たちは先に戻れ。セキュリティがデリートしたせいで管理者に通報が行く。ワームモンと先に戻っていろ。あとは俺がやる。一人で？大丈夫？心配するな。すぐに追いかリュウジ。
ルに行こうよ。なんとかなったね。
上出来だ。上出来だ。油断するなよ。上出来だ。さあ、行こう。上出来だ。
さあ、行こう。
さあ、行こう。上出来だ。このまま押し切れ。悪くなかった。Thank you.
Thank you.
Yeah.